はい、実況させていただいております、シロックマンです。よろしくお願いします。今日はね、ナムコミュージアムボリューム2をね、今やってるとこですけどね。はい。この中ですね、このゲームね、アサルトですね。アサルトをやっていきたいと思いますね。よろしくお願いいたしますね。これ初めてですね、よくプレイするのは。ね。どんなゲームなのかもちょっとわからないですけどね。一応まあ、初めてね、プレイさせていただくということでね。アサルトね。お、これは面白そう。おお、すげえなこれ。あれでも弾撃てない。こっちか。これ弾撃てないの？これ走るだけのゲームもしかして。これ操作性が難しいな、これ。操作難しいな、これ。何これ。これは独特なゲームですね、これ。あ、これ B ボタンとかでも、これ、普通の操作感覚じゃないですね、このゲーム。相当慣れないとダメですね、これ。あれ？何これ？めっちゃ難しい操作が。これね、見てる人はわかんないでしょうけどね。独特ですよ、操作が。これね、三角ボタンで上行ったりね。バツボタンで下行ったりね、するんですけど、左右の操作が難しいんですよ、これ。何これ？ちょっと待って、これ。これは難しいなぁ、これ。初めて、初見にはちょっと大変なゲームですよ、ね。ちょっと待って、なんで斜めに行くんやろ、これ。まっすぐに行かないやろ。しかも、攻撃もできないしね。敵らしきのやつはいるんやけど、攻撃してこないし。ああ、時間がないな、これ。タイムが。うわー、何これ。こういう感じで。ああ、でも全然うまく進まない。タイムアップ。これはちょっと、想像以上に難しい、このゲーム。待って、これちょっとこれはさすがにね、あれですわ、説明書見ないと無理ですわ、これ。あ、弾って LR で弾かい。そうなんや。右キャタピラ、左キャタピラが方向機。ああ、なるほど。つうか、これもう敵が邪魔でしょうがないな、これ。やっと弾の打ち方覚えたけど。なんでこれこっち行ったらこっち曲がるんやろな。やっと進めた。うわー、これは難しいわ。ちょっと。ああ、死んだ。これはちょっとね、想像以上に難しいぞ。これなんでこう上行くのにさ、斜めにこう走るんやろな。それがわからんな。基本的なこれ回転するの感じで進むゲームなんか、これ。敵が邪魔でしょうがない、これ。ほら、回転するんですよ、基本的にこれ。まっすぐ進むんじゃなくて。やばいやばいやばい。うわ、死んだ。これはダメだ、このゲーム。クソゲーだ、これ。クソゲーっすわ、これね。はい。じゃあ、これで終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube のチャンネル登録お願いします。